こんにちは、 YouTube 歴史塾へようこそ。歴史家の濱田光一郎です。今日は大岡弥四郎の岡崎クーデターが失敗に終わったわけというテーマで話していきます。大河ドラマどうする家康の第20話は岡崎クーデター。この回では徳川家臣の大岡弥四郎が松平信康、まあ家康の子供ですけども、この信康と瀬名を打って岡崎を奪う計画を立てるも露見、囚われて計画は失敗するという様子が描かれていました。ではこの大岡弥四郎とは一体何者なんでしょうか。そして彼はなぜ謀反しようとしたんでしょうか。まず大岡弥四郎ですけども、かつては書物などでは大岡弥四郎というふうに記されていました。しかし近年では大岡姓であるとして大岡弥四郎と記されることが増えてきました。どうする家康のホームページにも大岡弥四郎と表記されています。さて三河物語によると弥四郎は家康の中間として仕えていたが、ある時三河の国奥軍の代官に抜擢されたと言います。そうしたこともあって弥四郎の生活はかなり豊かになったようです。ところが弥四郎は謀反を企て主君を討って岡崎城を我が物にせんとした。これはなぜか、三河物語によるとあまりの栄華におごったかと推測しています。まあ、こういうふうに書いているのみで具体的な謀反理由については書いていないんです。弥四郎は小谷氏、倉木氏、山田氏を同志として城乗っ取りの計画を立てたようです。その上で甲斐の国の武田勝頼にぜひとも岡崎にお引き入れしたいという手紙を送ったとのこと。家康の友をしてまず弥四郎らが岡崎城に侵入し信康を殺し城を奪う、そして武田にも出兵してもらう。そうすれば兵は皆家康に背いて勝頼につくことになると、まあ、そういった構想を弥四郎は持っていたようなんです。しかし弥四郎の同志であった山田八蔵はこの計画に不安を抱いて、謀反計画を家康に告げてしまうんです。これによって弥四郎の陰謀は露見したというわけなんです。まあそうとは知らない弥四郎は謀反に反対する妻に対してお前をこの城に移して御台と、まあ御台所と呼ばれる立場にしたいんだと、とくとくと語っていたそうです。しかし、ほどなく弥四郎は捕まって、同志の倉木氏は斬殺、小谷は甲斐に逃亡していったといいます。こうして、岡崎クーデターは失敗に終わったのでした。さあ、今日ですね、大岡弥四郎の謀反はなぜ失敗したのかというテーマで話してきました。以上、YouTube 歴史塾、濱田光一郎でした。チャンネル登録お願いいたします。